チ MCU です。本日は最近ゲットしたレトロゲームを2点紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目はこちら、出ました、 NES 専用ソフト Back to the Future 1そして2、3 by LJN でございます。こちらはですね、ゲーム系の YouTube TV ケンイチのケンイチくんからですね、先日開催されたハードオフのオフ会にてプレゼントしてもらったゲームとなっております。改めてありがとうございます。こちらジャンルの方はアクションゲーム、言わずと知れた Back to the Future。 1985年にですね、日本で公開されたマイケル・ジェイ・ホックス主演の大ヒットムービー、それのゲーム化でございます。監督はボブ・ゲイルさんですね。しかしこのゲーム、映画とほぼリンクしてないんですね。先ほども言いましたが、メーカーの方が LJN、 まあ他にはNESの13日の金曜日だったり、エルム街の悪夢だったり、ターミネーター2などなどの映画作品のゲーム化が多い会社なんですけれども、まあこの LJN、 もともとはですね、玩具メーカーの販売員だったフリードマンさんって方が社長の講演のもとに独立して LJN って会社を作ったんですけれども、まあそこでNES用のゲームをね、たくさん作っていたんですけれども、海外のクソゲーレビュー番組でも何度も取り上げられている常連さんなんですね。そう、俗に言うクソゲーが多い会社なんですよね。で、僕こちらね、まだ未プレイだったんです。で、これをプレゼントしていただいてからやったんですけれども、まあクソゲーでしたね。まあ、バックトゥザフューチャーの監督ボブゲイルさんも史上最悪のゲームという烙印を押したらしいです。さらに言うと LJN さんに内容の変更まで求めたらしいですね。まあそれぐらい伝説のクソゲーと言われているらしいです。まあさっきも言った通り、映画とほぼリンクしてないんですよね。まず主人公のマーティーがマーティーじゃない、ね、黒いタンクトップを着ているそこら辺のお兄ちゃんみたいな感じなんですよね。で、ゲーム中に流れている曲もずーっと一緒。しかもバックトゥーザフューチャーの名曲1ミリも入ってません。まあそれは権利上とかの問題でもあるんでしょうけど、まあさらにバックトゥーザフューチャーに出てくるキャラクターもほぼほぼ出てこない。なのに難易度高め。さらに障害物だかアイテムだかわかんない。あ、これアイテムだと思って取りに行こうとしたらバンってつまずいちゃってゲームオーバーみたいな。しかもアイテムの弾撃てるんですけど、その弾がちっちゃくて黒い水たまりにしか見えない。スケボーもスケボーに見えない。さらに途中に出てくるミニゲーム、これがまた厄介なんです。例えばマーティがバーカウンターにいて、その外から敵がどんどん襲いかかってくるんですね。それをバン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 撃って攻撃するんですけど、まあルールはシンプルなんですけれど、一撃目が難しいんです。だからなかなか当たんなかったりする。しかも50人以上倒さないとまた一面戻されて、そっからやり直しみたい。もうね、110やばいっすよ。バックトゥーザフューチャー感あるのはね、ジャケだけで。この2、3に関してはまあ横スクロールアクションゲームなんですけれど、まあルールをね、理解するまでにね、なかなか時間かかりました。まあでもこの2、3に関しては、出てくる時デロリアンに乗ってくるんですよ。そこはバックトゥーザフューチャー感あるかなと思うんですけどね。まあとかなんとかいっぱい言ってきましたが、クソゲークソゲーと思いつつずっとやってたら癖になっちゃって、ちょっとファンになっちゃってます。中毒性がね、なかなか高い。特にこの1の方、操作性はね、そんな悪くないんですよ。だからやられてもやられても何回もやっちゃうスルメゲーム的な感じなんじゃないかなと思います。まあ個人差はありますよ。なのでこの作品、近い将来全クリしてやったって言いたいと思います。ということで、1本目に紹介したのはNES専用ソフト Back to the Future 1そして 2、3 でございました。2つ目に紹介するのはこちら、ファミリーコンピューター専用ソフト、バナナン王子の大冒険 by タカーラ。出ました、バナナン王子の大冒険。今となってはなかなかのレアソフトになっております。こちらは先日ファンの方にプレゼントしていただいた商品です。改めてありがとうございます。まあ、こちらジャンルの方はアクションゲームとなっております。で、このバナナン王子、もともとはコミックボンボンで連載されていた漫画のファミコン化ということになっております。しかもこのゲーム監修したのは秋元康さんなんですね。まあ、おにゃんこクラブ、 AKB などが有名ですが、まあ、いろいろなジャンルで活躍されているお方ですね。というかこれジャケの情報量多いけど、なんかまとまってるのがいいね。そしてこの主人公、いろんなところでバナナレペゼンしてるのがいいね。盾とか角とか、この冠の紋章的なものとか、そういうのね、好きなんですよ。で、こちらアクションゲームとしても良作で、ギミックも満載なんですよ。まあ、十字キーを下に入れて B ボタンを押すと、地上から鶴が伸びてきて、まあ、高いところのアイテムを取ったり、まあ、高いところに移動できたりする。あと逆に十字ボタンを下に入れて A を押すと、ダカ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 っていうスライディングっていうんですかね、ができる仕様になってるんですね。まあ、などなどのね、いろんなアクションも多彩でね、楽しめるゲームなんですね。
あと可愛いのがパスワード、いわゆる文字じゃなくてバナナで表現してるんですよね。そこもね、いちいち感があっていい。そしてそしてこれ音楽がめちゃめちゃいいんですよね。そう、音楽を担当したのは塩田信之さん。まあ、他の代表作と言いますとファミコンのブライファイターだったりマックスウォーリアだったり、あとはあのレアソフトサマーカーニバル92劣化、あの曲も担当しているレジェンドの方ですね。まあ、塩田さんといえばですね、まあ、打ち込み音楽、まあ、テクノだったり、ああいったサウンド感をファミコン等で112表現している作曲家さんなんですよね。で、さっき言ったサマーカニバル92劣化、あのサウンドなんかもろディープなテクノですもんね。ちなみにサマーカーニバル92劣化の BGM、 あれが後のシューティングゲームのサウンドに110影響を与えたっていう作曲家さんなんですね。だからいわゆる劣化からああいったダークなテクノをシューティングゲームに入れ込むっていう形が流行った感じになったと聞いております。そしてね、僕こちらあんまりねプレイしてきてないんで、これからプレイするのがもう110楽しみでもあります。絶対クリアしたいなと思います。ということで2本目に紹介したのはファミリーコンピューター専用ソフトバナナ王子の大冒険でございます。改めてプレゼントどうもありがとうございました。そして皆様ご視聴ありがとうございます。これからもですね、ゲットしたレトロゲームやうちにあるレトロゲームの方を順々に紹介していきたいと思いますんで、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。からの高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いしちゃったりしております。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。バナナン王子違うな。